平成10年台風第4号は1998年8月25日に発生し日本に接近した台風である。日本列島には上陸はしなかったが前線を刺激して各地に大雨の被害を出した。進路図8月25日に沖縄近海で発生した台風4号は発達しながら日本の南海上を投進し28日頃からは向きを北寄りに変え。 小笠原諸島に接近した。本州付近に停滞していた前線に向かって、台風からの湿った気流が流れ込んだため積乱雲が発達し、東日本及び中日本の一部では豪雨となった。小笠原近海で台風の速度が遅くなったため、湿った気流の供給は長時間続くこととなり、大雨が長引くことになった。この大雨は8月31日頃まで続き、 9月1日以降は次第に日本列島から弱まりながら遠ざかり9月7日に温帯低気圧に変わった。この台風は台風4号としては統計史上最も遅い日時に発生した。26日から31日にかけて前線が本州付近に停滞していた。一方、台風4号が日本の南海上をゆっくり北上した。この間、 日本の東の高気圧と台風の影響で、前線に向かって断湿気流が流入したため、北日本から東日本にかけて断続的に大雨が降った。特に26日夜から27日朝にかけて、栃木県と福島県境付近を中心に豪雨となり、那須で27日の飛行水量607ミ、mm、リメートルを観測するなど、記録的な大雨となった。 栃木県と福島県を中心に広い範囲で土砂崩れや浸水による被害があった。ありがとうございます。